北海道北見バス株式会社は、北海道北見市に本社を置き、オホーツク管内を中心にバス事業等を行う企業である。太平洋戦争最中に、網走管内のバス事業者統合により発足した、北見乗り合い自動車株式会社が前身で、北見バス株式会社の実主再建断念によるバス事業の受け入れ先として設立された。網走管内では、大正末期から、 昭和初期にかけてバス事業者が次々と誕生したが設備が不十分で規模も小さく物資不足の影響などもあり計画通りに運行できないことが多かった。北海道庁は1942年10月12日北海道における旅客自動車運輸事業統合要項を発表。乱立気味であったバス事業者を7地域に分け各地域で一社に統合する準備が進められた。 アバシリ管内はこの時点で13の事業者があり、このうち12事業者が統合し、北見のりあい自動車株式会社が誕生。1943年5月7日に、上渡譲り受けが認可となり、同年5月28日より営業を開始した。設立時の会社が用ホロ自動車工事会社は、1929年4月1日より、個人が美幌市街線を運行。 1934年3月には、野付牛自動車から出資を受けて、合資会社を設立。この他に、弟子鹿河村の合資会社畑高工業が、弟子鹿河から、ビホロ峠を越えてビホロまで運行していた。ビホロ自動車は、釧路市の東方交通が、統合先となり、1944年4月10日、分社を経て、アカンバス、ビホロ営業所として、営業を行う。 路線、営業開始状態が悪い車両や燃料不足などがあり、休止路線以外でも運行できない路線が多かった。これ以上営業を続けては、会社がダメになってしまう状態で終戦を迎え、海軍航空隊腰水分隊から車両18台の委託を受けたことによりここからエンジンやパーツなどを転用し活路を見出した。燃料の供給は、 不足気味ながらあったものの大量の不純物が混入した粗悪品で、この不純物を除去するのがまた大変な仕事であった。仕方なく木炭燃料車に切り替えられたが、馬力不足は顕著で、坂道や峠越えでは乗客が下車し後ろから押す状態であった。徐々に隠し統制が解除され燃料供給が安定し始めたため、木炭車は1950年9月までに全廃された。 また、1946年9月20日に消防を北見バス株式会社に変更した。12月から3月の積雪期は、道路状況が悪く除雪が不十分であったため、大半の路線が冬季運休となった。主要幹線は運行しルベシベからオンネユまでの約1 0キロメートルに除雪要員を約300人を配置したが、1日かかって1車線分の走路を確保しても、 すぐの吹雪で翌朝には再び、雪の原と化し、運行できた日より除雪に要する日が上回るほどで、あった。当時長距離路線の一つであった北見からところまでは、吹き溜まりが発生しやすく、峠があることもあって、途中の民家や車中で一夜を明かすなど46時間かかって、運行したこともあった。1950年には、各市町村に除雪協力会が設置され、 北見バスもこれに三角式材提供を行うなど、除雪体制の充実を図ったところ、1955年には、冬季運行予定の80%を確保できるまでになった。現在では、道路管理者が主体となり、除雪体制が整備されていることから、吹雪による一時的な運行見合わせはあっても、数日間の運休はほとんど発生しない。同時期に北見バスから切り離し、 独立の動きがあり、東もこと村では、植民軌道もこと線で、客下分離する方針を打ち出し、1950年6月15日付で、車両1台と東もことからもことまでの運行権を、買収。発足前のもこと乗り合いを、分離独立させた形となった。網走市では統合後運休していた網走市外線、などを再開させるため、北見バスに働きかけ、 1949年11月1日に、網走営業所が設置された。路線網の整備や支社がを経て1952年1月25日に、網走バスが発足。統合前の網走自動車商会と、王道自動車を分離独立させた形となった。北見バスは関連していないが1949年に、北門バスが発足しており、大鳥門軌道を経て、 マルセップ自動車と佐々木自動車の後を引き継いだ形となっている。東急グループ入り、関連事業進出者賞をグループで統一1959年5月21日、東京急行電鉄の参加となり、東急グループ入りした。これまでの北見バスは、労使関係も良好で健全経営を行っていたことから市民の間では、驚きとともに当時北見市長であった。 伊に半次郎が持ち株を東急へ売り渡したからだという噂が流れた。後に伊にの判断で東急参加となったことが明らかになる。東急は後藤慶太の下で北海道内企業の買収に乗り出しており、1957年に上山系鉄道と函館バスを参加に収めた後、北海道中央バスの買収に失敗。保先を同等。 東北に転じたところで、国立大学誘致を目論んでいた伊谷と北見バスの株を抑えたい、後藤の呼吸が一致。伊谷がまとめ役になって以降、東急の株買い締めは急速に進み、1958年12月には過半数を取得した。翌年4月に板、伊谷は北見工業短期大学建設のため後藤に1億円の寄付を申し込んだところ、 ほぼ了解を得たことを市民に公表した。東急グループ入りにより、東急から役員や上級管理職員が送り込まれ、厳格な労務管理体制を施した。東急は、宗谷バス、シャリバス、網走交通、北門バスも参加に収めて、道東、道北地区でのシェアを大きく拡大。同時に合理化、体質改善、経営多角化を推し進めた。 北見バス関連では不動産事業や子会社として北見バス交産を設立しスーパーマーケット事業等に進出。他に北見東急院や北見東急百貨店など東急関連企業が次々と進出し北見市は東急の城下町と言われるまでになった。1963年の会社外用労働葬議1960年9月27日。 北見バスに労働組合が誕生し、指導協に加盟したが、1963年には日本私鉄労働組合総連合会加盟を目指す若手グループにより執行部に批判的などんぐり会ができた。北見バスは1964年8月5日にどんぐり会執行委員に対して就業規則違反として解雇など懲戒処分を課したが、これが発端となり、 北見バス葬儀が発生。臨時大会では執行部全員が辞任し、私鉄総連派が三役に暫定就任したが、これに反発する組合委員が前日に脱退し、第二組合を結成、分裂した。第二組合は会社側によった元々の流れを組む組合であるが、新たにできたことから新郎と呼ばれ345人が加盟。第一組合は新郎に対して、 九郎はストライキを実施し組合員の引き抜き合戦を展開。本社前に到着した営業中の貸切バスではハンドルの取り合いを行い乗客をあぜんとさせた。先の懲戒処分では和解勧告が示されたが会社側が拒否。九郎は1965年1月1日にエンジンキーや車検証を保管しバスの運行をできなくする戦術を取ったところ、 会社側は、翌1月2日に和解韓国を全面的に受け入れ、解決を見た。同年7月8日には、春闘スト時の賃金カットに反発し午前0時より、無期限ストに突入。7月12日からは、バスの運行を阻止する、ピケ戦術を展開し、他労働組合の応援を含め600人のピケ隊が、構成された。労使双方が歩み寄りを見せず、 公着状態のまま時間が経過。7月17日午前7時に警官隊が突入し、逮捕者を出す事態となり、泥沼化する労働葬儀に、労使双方が批判にさらされた。1973年頃より会社側は新郎への、あからさまな優遇策を取らなくなり、給料と新郎を同等に扱うようになってきた。1975年以降、 ビホロ営業所所属の振動組合員の半数以上が給料に復帰するなど大量復帰の動きがあり、復帰者を制限するほどであった。1977年4月30日に、給料は機関紙を通じて事実上の組織統一を宣言し、12年余りに及ぶ労働組合分裂に幕を閉じた。路線網の動き路線、貸し切りを問わず長らく使われた、ブルーリボンカラー。 アバシリ管内の事業者を寄せ集めで発足したため、営業路線が連続しておらず、路線網の整備が急がれた。東方後最初の新規路線は1944年6月23日免許の、御ン湯から、糸見無可鉱山、二股までの糸見無可線で、1948年3月12日免許の、北見から桶ケトまでの桶ケト線、1950年9月28日の、 アバシリから古戸井までの古戸井線免許により離れ、小島状態は解消された。その後も、北見から、ビホロ、海西経由津別、A 森経由ビホロ、丹野経由、日吉やアバシ門別への長距離路線、拡張村内や近郊路線がなどが開設された。他に観光路線として1958年11月18日に、北見あいおいから、阿寒湖畔まで、 路線延長し阿寒線を1959年2月13日に糸向か大町から上川駅前まで路線延長し総運休線を開設。北見経由で上川から阿寒湖畔までの直通便も運行され大雪山国立公園と阿寒国立公園の間を1台のバスで移動できる周遊ルートができている。1963年には円軽から言別。 ケロチ、サロマ湖沿岸を経由して、ところ駅までを結ぶサロマ湖観光船が開設された。北見市内線は1959年4月3日に、本社前から柏明高校まで運行したのが最初である。しかし、昭和30年代後半から自家用車の急速な普及や過疎化の進行により、乗客が減少傾向となり、路線維持補助金を受けても、 なお赤字の路線を中心に開廃が進められることになった。各町村内を含む過疎地路線や主要道路から分岐する枝線系統の多くが対象となり、サロマ町内は1971年までに、東助線、サロマ線を除き、津別町内は1973年までに津別線、あいおい線、あかん線を除き、優別町内は1974年までに優別。 門別線を除き廃止され、各自治体が廃止代替バスを運行している。この他でも路線廃止、自治体が引き継いだ路線があり、白滝村では1970年4月1日の路線廃止による代替は、スクールバスで行ったためバス路線自体が消滅している。各地の営業所や駐車所は路線縮小により順次閉鎖された。 1980年代から使われた路線車塗装、昭和50年代に入っても乗客減少は止まらず、1981年度は網走館内の路線バス事業者5社のうち、黒字決算となったのは1社のみであった。この間に数度の運賃値上げを行ったが、改善されず、1984年10月1日にルベシベからオケトまでの秋田線が廃止されたほか、 北見近郊路線においても路線短縮等を行った。たびたびの運賃改定に運輸省は乗客サービスの向上を指導。北見市内均一運賃定期券の記名式から持参認識への変更、昼間割引回数券の対象時間拡大などが行われたが、1986年11月1日には国鉄赤北本線に 西北見駅と愛知屋駅が開設され、安定的運行開始時の車両トイレ不車道入により、他路線へ、転用1987年9月、東北バスと共同で、旭川とを結ぶ、都市間、バス路線の開設を申請した。10月に認可となり11月2日より、特急席北号として、両社1往復ずつの2往復で運行を開始。 運賃の安さや45人乗りの専用車両投入が走行し好調な滑り出しを見せた。これに対し北海道旅客鉄道では1988年3月19日より、それまで繁忙期に運行していた急行、大雪82.83号を急行券が不要な特別快速に変更し、付帯サービスを都市間バスに近づけた専用車両を用いた北見の運行を開始。 特急、おほうつくと大差ない所要時間で運行され、こちらも好調なスタートを見せた。特急席北号では、同年5月1日より4枚綴りの回数乗車券を発行。同年11月22日より4往復に増やし、旭川から JR 北海道の特急列車や、北海道中央バスの、 高速朝日川号に乗り換えて札幌までも安価に行ける点などをアピールし対抗している。特急席北号の運行は増収に寄与したがそれ以上に一般路線の落ち込みが激しく、1989年度では名寄本線配信に伴うバス代行引受けによる大幅な増収を含めて前期比1.3%の伸びとなった。 慢性的な赤字体質に悩む北見バスは1998年2月16日に事業を抜本的に整理する方針を固め、同年5月28日に経営再建計画を発表した。沿線人口の減少やモータリゼーション化の進行による乗客減少、バブル崩壊による関連事業の不振が続き、路線維持補助金を受けても、なお再三割れの状態となっていた。 数年来2億円前後の赤字を余儀なくされており、同年3月期の決算では累積赤字額が24億9000万円に達していた。数年後に迫ったバス事業の原則自由化に備えて、繰り越決算金の解消めどがつかない赤字体質を脱却させるべく、人員削減など合理化の上で、バス事業は新たに設立する新会社へ。 不動産事業は関連会社の北見東急ビルに譲渡するとした。バス事業の新会社移行にあたっては、乗客に迷惑はかけないと、路線の減便や廃止は行わないが、このためには第三セクター的な運営を行いたいとして、沿線自治体に出資を求めた。経営参画はどこまでなのか、路線維持補助金と二重経費になるといった意見が相次ぎとんざ。こうした中で、 同年10月15日に、東急100%出資の北海道、北見バス株式会社は、残務整理後、1999年3月31日をもって解散となった。関連事業では、北見バス交算が運営する、北見東急ストアは、網走市内の全店など不採算店舗4店を閉店。北見市内の採算ベースに載っていた5店舗を、 札幌東急ストア100%出資の株式会社北見東急ストアが1998年4月に引き継いだが2003年1月31日をもって営業を終了した。北見バスが大きく出資する関連会社では、所町のサロマ湖、東急リゾートは2002年3月31日をもって営業を休止した後に株式会社間、グランドホテルに売却。 1989年8月に100%出資で設立され1994年6月に営業を開始した東急ハーブヒルゴルフクラブは東急が全株を引き取った後2004年2月に鈴木総本社に売却サロマコ・鶴田ダシリゾート北見ハーブヒルゴルフクラブに改唱され現在も営業を続けている新会社以降後の路線車塗装新会社以降後は 貸切バス事業は観光貸切を大幅に縮小し一般貸切に特化。路線バス事業は変更なく車両は乗り入れ自治体のシルエットを片切った塗装に変更し地域に密着した営業を行うアピールをした。2006年4月21日には北海道地北高原鉄道ふるさと銀河線廃止による陸別以北のバス代行引受けにより 約40年ぶりに陸別町へ乗り入れるなどの動きがあったが、乗客の減少傾向は続いており、国庫補助金受給条件から外れ自治体単独補助となる路線が相次いだ。自治体は財政逼迫により補助金教室が難しくなっており、2008年にはサロマ町が取り留めを表明し2010年10月1日にサロマ町から撤退となった。続いて、 エンガル町では、国庫補助対象外路線への補助金教室取り留めを、表明。サロマ町より早く2009年10月1日に、マルセップ線とカミバロ線が廃止となった。エンガルと北見を結ぶ、遠北線は、国庫補助対象路線であったが2010年度は、対象から外れたことからエンガル町、北見市、北海道北見バスの3社で、協議の結果2011年4月1日付で、 廃止され、北見営業所管内と遠軽営業所管内は一般路線ではつながらない状態となっている。2009年度で補助金を受けていない路線は、北見市内線の4路線のみとなっており、引き続き厳しい状況となっている。東急グループ離脱グループ離脱後の、社名ロゴ車体カラーは一部で引き続き共通カラーを、採用等級は2009年5月19日。 地方バス事業の今後の発展が見込めないことや、経営資源の東急沿線集中などを理由に、中期経営計画に基づき北海道北見バスを含むグループ発車の株を j w ィルパートナーズが運営管理する合同会社に売却し参加から外すことを発表した。同年10月1日付で東急グループから離脱となり、北海道口では、 最大9社を数えた東急グループのバス事業者は、これにより、上鉄のみとなった。その他の東急グループ企業の撤退も進んでおり、北見市に本社を置く企業は、北海道北見バスを最後に消滅。2010年3月をもっての北見東急院、営業終了により、網走交通や北海道東急ビルマネジメントなど、わずかとなっている。網走交通が、 北見市で行う事業のうち、不動産など一部は、旧、北見バスが北見東急ビルに上としたもので、後の北見東急ビル解散により引き継いだものである。自社株を買い戻し地元運営へ、経営陣は2011年7月までに j w ィルパートナーズから自社株を買い戻し参加から離脱。1959年に、東急参加となって、以来52年ぶりに、 純粋な地元資本に復帰した。ファンドは株を長期保有する考えはなく、売却先によっては業務に支障をきたす恐れがある、ことなどが理由として挙げられ、代表取締役と常務取締役が金融機関からの支援を受けて全株を買い戻した。年間1億円以上の路線位置補助金を供出する北見市は経営方針に不透明な部分があっただけに、これを歓迎した。 北海道北見バスでは当面路線や雇用の維持を表明。今後は沿線住民のニーズに合った路線など経営判断の迅速化が図れるとしている。札幌観光バス参加へ、その後事業承継が難しいことなどを理由に事業引き受け先を模索し2020年8月31日付で札幌市を中心に 貸切バスを運行する札幌観光バスに、山村社長及び佐竹会長が所有していた北見バスの株を譲渡し、札幌観光バスの完全子会社となった。すべて北海道に所在。道路を挟んで、向かい側の南中町3丁目7番15号に、北見整備工場を設置する。かつては、大通西2丁目15番地に置かれていたが、北見東急百貨店建設に伴い、 北見車庫が設置されている現在地に移転している。北見駅に隣接。バス専用レーンと窓口、待合室等を設置する。町北大通ビル1階の一部を使用していたが、北見市都市再生整備事業に伴い2018年12月15日に、駅前広場へ移転。1950年6月7日開設。北海道道244号。 北海道道333号、国道242号交点に位置しており、北海道北見バスの他共同運行、相互乗り入れ会社と円軽ガル町営バスが発着、最寄り停留場は円軽ガルで、都市間バスでは円軽ガルバスターミナルとも呼ばれる。1階は営業所とバス待合所、食堂等を設置。1949年12月15日に円軽ガル駅前に開設。 駅前広場が狭く路線拡大によって手狭になったことから1959年12月より9円ある警察署長者の現在地に移転。現在の施設は1989年の名寄本線廃止によるバス転換交付金を利用して建て替えられたもので同年9月10日から供用開始した。発足と同時にルベシベ営業所を設置。 1993年に敷地をルベシベ町二条都市一時移転。跡地は1994年にルベシベ町アートフルプラザが建てられ、同施設1階に入居すると同時に案内所化されている。北見バスターミナル及び一部路線が停車する。路上停留所は、都市間バスは、北見バスターミナル、郊外線は、北見、北見市内線は、大通と称しており、 通常大通を奇襲点としない、北見市内線はマッチ北大通ビル前の路上停留所、発着、その他は名称に関わらず北見バスターミナル発着となる。北見市内線は210円均一運賃。地方事業者では珍しい前乗り前払い方式を採用していたが、バスカード導入に先立ち二千二年十二月二日より、中乗り後払い方式に変更されている。その他は、 都市間バスの一部を除き整理券方式の後払い。北見市内線の夕日急線正式運行開始と、均一運賃化された卸売団地線との整合性を図るため、対象線、ルベシベ運動公園線、オンネユ線の一部区間で運賃改定が行われた。特急石北号1987年11月2日に、に往復で運行を開始。 二便とも、北見午前発、旭日川午後発と北見を起点としたダイヤが設定された。翌年11月に四往復に増回され、旭日川午前発、北見午後発も設定された。当初の途中停留所は、ルベシベ、オンネユ、総運橋のみであったが、四往復増開時に、北見市内の東省内と、相打ち、朝日川市内の長山2条19丁目を増設。 あとに、上川ポンモシリ、愛別橋、東馬20丁目も増設されている。2013年4月1日より、上川町内停車停留所が、上川ポンモシリから、上川森のテラスバスタッチに変更された1959年2月13日より、総運橋交通と、総合り入れで、総運橋線の運行を開始。途中、関北峠や、大雪ダム、 大箱などでも乗降できる観光路線として運行され、阿寒線や網走線との直通系統も設定されていた。ルベジベ総運協間への路線短縮を経て、特急赤北号に振り返る形で1987年か期の運行をもって廃止された。高速縁がある号特急北大雪号1990年9月22日に、 道北バスと北見バスの2社共同運行で、旭川縁軽の特急北大雪号4往復を開設。1995年7月21日に、高速旭川号の旭川行2本、札幌行3本、特急北大雪号の縁軽行2本、旭川行3本を振り返る形で高速縁軽、号を新設し3社共同運行となった。 2012年4月1日以降、高速円ン号は、円ン業2本、札幌業3本、特急北大雪号は、円ン業2本、旭川業1本の運行で、同日より、高速円ン号は予約制となったが、旭川経由便の円ン旭川間、旭川札幌間のみの利用は引き続き、予約不要であった。2018年6月21日より、 特急北大雪号を含む旭川縁丸間の利用も予約制となった。2020年12月1日に高速縁丸号の旭川経由を廃止。札幌縁ルは全便直行でに往復、旭川門別は特急北大雪号に往復の運行となった。2001年5月26日より期間限定で上優別町まで延長した上で高速縁丸。 豪直行便に往復を試験運行。2007年4月1日より特急北大雪号の1往復を高速円あるゴ直行便として運行されていたが2012年4月1日より優別町乗り入れは廃止されている。ドリーミントオホーツク号札幌駅付近にて網走駅付近にて網走刑務所付近にて愛称名はドリームミントオホーツク海を由来とする。 1991年5月30日に夜行便を含む4往復で運行開始。安価もさることながら一人掛け独立シートの採用や、北見から札幌では特急、おほうつくとの所要時間差があまりないことから平日でも増車する好調な滑り出しを見せ、翌1992年4月25日から7往復に増やされた。 当初は JR 北海道や航空便を運行する日本エアシステムは乗客転移の影響を受けたが近年では安価なバス、時間に正確な JR、早い航空便と客層や目的によって住み分けがなされている。繁忙期臨時便の運行を経て1999年7月16日より10往復運行する。途中停留所は北見バスターミナルのみ。 放射線用は、札幌行の時計台前、北二条西三丁目、網走行の網走駅前であったが、1997年4月1日より、美ホ路、2004年4月1日より、目満別西通り、同年10月3日より、菊水元町七条、2009年4月1日より西七号線を、新設。美ホ路停留所は1998年12月1日より、 微幌駅前ターミナルに移設された。北見、網走行は路線開設以来札幌ターミナル始発で、札幌駅前ターミナルは札幌行の終点として校舎のみ扱っていたが、2016年4月1日より中高便のみ乗車扱いを開始した。開設当初から国道39号、関北峠経由で運行され、高速道路、自動車専用道路は、 旭川門別自動車道上川総運橋 IC、同自動車道札幌 IC 間を利用する。旭川門別自動車道のオホーツク間内側は順次延伸しているが、経路変更は走行距離の面などから2011年時点では計画されていない。中高便は上川町の陸満観光センターで休憩時間を設定していたが、 リクマン観光センター都合により2012年12月1日から変更となり、通年2人乗務便の8往復は、同自動車道のピップ大雪パーキングエリアとなった。1人乗務便の1往復は、同日より、ピップ大雪パーキングエリア、リクマン観光センターと北見バスターミナルの2カ所となっていたが、2013年度より、柿台や機関は、東北バス総運橋ターミナル1カ所、 東気代や期間は二人乗務で、多便と同じ所要時間、ピップ大切パーキングエリアで休憩となる。利用客は初年度の約7万9千人から1997年度には約17万3千人に増加。1998年度からの8年間は15万から16万人台で推移していたが、2006年度は約18万8千人と2万人以上増加し、 2007年度から3年間は19万人台で、推移。2010年度は18万3483人であった。特に夜行便の需要が増加しており、JR 北海道の夜行特急列車が、季節運行化された2006年及び、完全廃止された2008年と増加時期が符号する、ことから、JR から乗客転移があったものと分析されている。 特急釧路北号北見駅付近にて1993年12月23日に臨時バスとして運行開始。以降、年末年始、春休みゴールデンウィーク、夏休みの期間限定で運行され、1995年より通年運行となった。臨時バス以来に往復の運行で、途中津別や阿寒町の停留所増設や、阿寒バス本社へ延長し、パークアンドライドの開始。 釧路市内の校車専用停留所が一部変更された以外、運行時間の大きな変更も行われていない。途中、阿寒湖畔で休憩時間を設ける。営業協力しりバ,バス単独運行の、千歳オホーツクエクスプレスについては、しりバ,バス千歳オホーツクエクスプレスを参照。停留所一例、大通路上停留所の様子、東急百貨店停留所時の様子北見市内線の、 車両台通を経由かつ、期中点としない路線は、平日朝ラッシュ時や最終便などで大通り打ち切りの区間便が設定される路線がある。三輪、小泉線北見市内線として、初めて開設された路線。1959年4月3日に、本社前から柏明高校の運行を開始し、三輪や小泉8号への延長が行われている。 三山線三山第二団地から三山小学校、もみじ団地三山北三山中央三山第二団地を循環。一部便は南町三丁目を経由しない。東領運動公園線三山中央から三山北ヒルストリート三山三山中央を循環。始発便は三山北発大通行で運行される。大通市役所間は、往路は四条西四丁目、袋は二条通りを経由する。 光、西町線2010年4月1日より、時和町経由より、現在の経路に変更。交差へ団地線5は、夕日家丘通り先回り、6は、山下町先回り。若葉線運行開始当初の路線名は、高栄第二団地線。高栄最長1丁目から、夕日家9五号線双葉団地若葉5丁目、緑が丘霊園高栄小学校、高栄最長1丁目を循環。 始発便は、夕日け95号線発、南町一丁目行で運行される。循環区間で、後衛小学校を先回る8系統及び、北新経由は2009年12月1日に、廃止された。夕日け9 0 0 9同立病院付近の夕日け岡通を、西8号線方面に向かう、夕日け96号線より、二葉団地夕日け98号線西北見駅。 中央三輪四丁目西八号線、麻生北見病院、三輪の通夕日景休六号線を循環。北見市内線で唯一、大通を経由しない。2010年12月6日から2011年3月21日まで13、夕日景急,急線の試験運行を行い、好評であったことから7月1日より、正式運行を開始した。試験運行時は、 夕日家96号線より三輪通に入り、大路は、三脇、袋は、麻生北見病院始発で運行された。2012年6月1日より、旧、北見市役所近辺の運行経路が変更された。緑が丘団地線ひばりが丘より、公営東町三丁目緑が丘団地、緑風北中学校ひばりが丘を循環。春光町線本町一丁目より四条西四丁目。 日赤病院北見駅台通本町一丁目を循環。2012年5月31日までは二条通り、経由であった。小泉、光の沿線台通市役所間は、往路は四条西四丁目、袋は二条通りを経由する。北高専のつけ牛自動車学校より、技術専門学院北光通南岸通り五号線、のつけ牛自動車学校を循環。 北見大学線として北上まで運航されていたが、2006年4月21日より、路線短縮の上で、植訓線に変更。北見市内近一運賃区間のみの運航となった後も郊外線としての扱いであったが、2009年12月1日より、北高線に名称変更し、系統番号が付けられ、北見市内線扱いとなった。2010年4月1日より、 中野島団地、北高小学校経由から、現在の豊か地線と、同経路に変更。卸売団地線桂町一丁目より、夕日家旧六号線緑、小学校西北見駅卸売団地、運転免許試験場夕日家丘9号線、緑町三丁目北西記念病院桂町一丁目を、循環。2016年12月1日の経路変更と、 均一運賃区間隔大に伴い、北見郊外線から北見市内線へ組み込まれ、系統番号が付された。豊か線線豊か9号線より、豊か小学校豊か12号線、豊か会海間豊か9号線を循環。2005年12月1日に、豊か12号線豊か16号線間を廃止の上で、豊か地区を現在の経路に変更。 1954年2月4日免許。当初は、豊か福の、農姉妹を経由し、訓練プまで運行されていた。1974年5月15日に、豊かち16号線訓練プ間が廃止され、同日より、訓練府町営バスが、豊かち15号線訓練プ間で運行を、開始したが1987年4月1日に、廃止されている。対象線往路は、 大正神社入り口から大正ゴルフ場入り口間を往復した後に大正福祉会館へ向かう。北洋線1962年10月18日、ひとしごろから北洋間免許。所こ線所で発車を待つ北見行丹の市街地を経由しない、現在の北洋線とほぼ同じ経路や正し経由、北見日吉の日吉線、北見福山の福山線も運行されていたが、 単の市街地経由ところ発着に一本化されている。ビホ線、三密線、北見美ホロ養育病院、美ホロ町営バス車庫の区間便あり。美ホロ津別館は国鉄あよい線バス代行。津別線として廃止前から運行され、動線廃止により増発、停留所増設で対応。津別より先、北見総称、阿寒湖畔まで運行されていたが、 1981年3月28日に廃止されている。1963年11月1日より、網走バスと相互乗り入れで網走線を運行していた。網走バス主管エリアとなるビホロ網走間で急行運行を行っていたほか、北見バス便は、温根湯線、総運橋船、網走バス便は、清水線、車里線との直通系統も運行された。 2001年4月1日に廃止され、美保路線に振り替えられている。改正、津別線北見バスが1952年5月19日に開設。1973年6月20日に廃止となり、同年7月1日より津別町営バスが廃止代替バスを運行した。津別町営バス事業廃止により、2012年10月1日より運行を開始した。 メマン別空港線メマン別空港専用リムジンバス使用者2000年ビホロバイパスビホロ高野交差点ビホロ IC 経由に変更ビホロ駅前を廃止しビホロ IC 付近にビホロ探知を設置2005年のメマン別空港 IC 開通によりビホロ随を,サムを廃止しビホロ高野交差点付近の高野第3に停車開始 バイパス経由化によりビホロ町中心部へ乗り入れなくなり、ビホロ駅など中心部から空港まで、アカンバスが路線開設、アバシリバスが既存路線の一部を空港経由としたものの、2019年10月1日までに、急廃し、同年度時点では、アカンバスが各機のみ運行するメマン別空港ビホロ駅、ビホロ島ゲビンの区間利用のみとなっている。 ルベシベ運動公園線とオンネ湯線の北見、ルベシベ間、北見市民会館4条通りタイト、ん、田中津運輸支局入り口から三輪西8号線、東庄内工業高校西18号線、相内西28号線北見温泉ルベシベ、同経路。ルベシベ運動公園線、ルベシベ、極南団地入り口の区間便あり。オンネ湯船網走線運行時は、 直通系統が設定されていた。2012年10月1日より、オンネ湯道の駅オンネ湯温泉間を延長。水保線2010年10月1日運行開始。同日に廃止された、サロマ線のルベシベ地域内代替路線。2018年4月1日より、北見市のスクールバスの住民利用の実証運行開始に伴い休止バス大公開指示に導入された。 ノンステップバス各路線北海道地北、高原鉄道ふるさと銀河線廃止によるバス代行路線として扱われる。かつては、北見大城所の上所線や、原ルートの所側を挟んだ対岸を通る川向かい線、清重線が運行されていた。各系統、北見訓練部桶都間、北見時は超北高小学校北高車、北上大城所大城、 ところ13号線日の出穂波21号線、ねっぷ温泉入口ねっぷ駅ねっぷ、西富28号線西富33号線、堺野豊住7号線桶都道経路。訓練府線ふるさと銀河線廃止前から運行。桶と線ふるさと銀河線廃止による新設系統。勝山線ふるさと銀河線廃止前から運行され、桶と勝山は、 統合前の菊池自動車の路線であった。1948年3月12日の北見、桶と関免許により一つの系統となっている。陸別線ふるさと銀河線廃止による新設系統。陸別で、十勝バス、帯広陸別線と接続する。清里線北見バスターミナルで発車を待つ円軽行、円北線廃止による円軽町域内代替路線。 円丸業者発便のみ、円丸厚生病院が終着となる。円北線は1951年2月8日に、暗黒ルベシベ間の免許を受け路線開設。沿線市長の運行補助金が増加したことから協議の結果1 0 1 1年4月1日付で廃止となった。キラランキヨサと城門入り口近海朝日2号線間の廃止区間は、関北本線が並行しているため、 大体交通機関は設定されない。有別線、門別線 JR 北海道名寄本線バス、大港路線。小向12線から、元門別間は、新八重市、門別空港入り口経由と八重市、一本松経由の2経路が運行されていたが、2005年10月1日に、小向12号門別空港入り口から、元門別間が廃止となった。 2010年4月1日から現在の経路に変更され、小向7000一方末、元紋別館が廃止されている。2011年5月1日より、紋別空港ターミナルビル前に、紋別空港停留所が、オホーツク流氷公園構内に、流氷公園停留所が設置され、航空便発着時間帯、公園開門時間帯の乗り入れが開始された。 1962年6月2日に4号線、門別館の免許を受け北門バスと、相互乗り入れで運行を開始。名寄本線廃止により増発、停留所増設が行われた。同線バス代行引受け事業者間の共通乗車制度方式により、北門バスと、名刺バスが発行する回数乗車券、定期乗車券も利用できる。同じく北門バスと、相互乗り入れで、 北見縁軽門別館に急行門別線も運行されていた。北見バス便は1996年9月2日に廃止され北見縁軽と縁軽門別の普通便に振り替えられた。北門バス便は引き続き運行されたが2009年4月1日に廃止されている。縁軽町内巡環線住宅地が郊外へ膨らみ、西町方面の一部区間は縁軽町 A バス。 セト瀬,瀬温泉線の途中を理解し系統を増発したが、さばききれず、新たなバス路線の運行要望が高まったことを受けて1983年11月1日に運行開始。町内を8の字に循環する。遠軽町営バスを参照。有別町営バスを参照。サロマ町乗り入れ実別町営バスを参照。改正線は、改正。 津別線として2012年10月1日より北海道北見バスが運行。サロマ町触れ合いバスを参照。スケツネ線の一部はところ町営バスが引き継ぐ。北見るべしべサロマところ北見の循環線も運行されていた。ところ秩庫線は網走バスところ線のところ経由で代替されたが1987年3月20日に廃止されている。 境浦線は1974年4月10日に廃止され、ところ町営バスが引き継ぐ。1951年2月14日免許。1993年12月23日に臨時バスとして運行開始。北海道拓殖バスは2005年度下季の運行をもって撤退し、同年度の年末年始は2社で運行されたが、 ふるさと銀河線代替バスの運行開始に伴い、廃止された。1951年2月8日免許。1962年10月18日には、しり交通が路線開設。しり交通の北見線は2001年4月1日に、美ホまでに短縮となり、美ホ路線は2004年5月1日に廃止されている。1952年5月22日免許。 九百六十七年五月、廃止。美幌町営バスが引き継いだ後、スクールバス一般根性化。往路の一部便は川東を経由しない。袋は、始発便が川東八号1発北見行で運行され、若松発は全便経由しない。野付牛自動車では、北見若松最上津別の路線として運行されていたほか、北見若松 A 森美幌や、 北見川東丹野の路線も運行されていた。津別までの路線は、統合時給止対象路線となり、戦後改正経由と美ホ経由が開設されたが、若松経由は再開されなかった。美ホまでの路線は、若松、A 森今を廃止し、北見若松とビホロ A 森に分離した後に、美ホロ側も廃止。川東丹野間は共和経由も運行されていた。 2012年12月10日から北見市によるコミュニティバス試験運行により運行休止となっていたが、同コミュニティバスの本格運行に伴い、2013年9月30日をもって運行を終了。1944年6月23日に御根ネユイトミ鉱山、二股までの免許を受けイトミム線を開設。鉱山平山による糸トム地区無重化により厚輪までに、 短縮されている。2012年10月1日より、オンネユ市街地の運行経路が変更された。2015年4月1日より、北見市のスクールバスの住民利用の実証運行開始に伴い運休となり、2017年4月1日からのスクールバス本運行に伴い廃止となった。貸切バス事業は、北見、釧路、帯広、札幌の 各運輸支局管内での発着が認められている。同等地区事業者10社で組織する東、北海道貸切バス事業共同組合に加盟している。いすず自動車、UD トラックス、日野自動車、三菱不装トラックバスを導入。2006年にはふるさと銀河線廃止代対応として、エルが、ブルーリボンにが導入されている。都市間車は三菱不装製が多く、一部で、 日の自動車製が使われる。一般路線車は白色に、沿線の市町村のシルエットを緑色で配した、通称、牛カラー。都市間車は、東急マーキュリーカラーであったか。2008年より、ドリーミント・ホーツク公用の車両は、新型エアロクイーンのサンプルカラーをベースとした、新塗装に変更されている。目満別空港専用のリムジンバス使用車は引き続き、東急マーキュリーカラー。 貸し切り車はスーパーハイデッカー車に東急マーキュリーカラー、ハイデッカー車にはスセンターカラーが使われている。保有する路線バス車両97台。国土交通省基準適合車両はノンステップバスとワンステップバス両者の車内段差の有無や座席の使いやすさなど長短所を総合的に加案し、ワンステップバスを導入する傾向が強くなっている。 貸切バス車両は11台保有する。自社発注車両も多いが、東急バスや西武バスなどからの譲渡車も多く導入されている。ありがとうございます。